はようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま有楽町駅に来ております。本日はサムネイルとタイトル通り、たった7年しか存在しなかった銀座駅のお話です。本当は銀座駅から動画をスタートさせてもよかったのですが、この有楽町駅も本日の本題に若干関わってくるので、ここ有楽町駅からスタートしております。ということで早速本編を始めるためのスタートの駅に移動して行きましょう。有楽町駅から日比谷駅まで少し歩きまして、今から乗っていくのは東京メトロ日比谷線です。やってきた日比谷線の北千住行きに乗りまして、本日の動画のスタートの駅まで移動していきたいと思います。ということで改めましておはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま日比谷線の東銀座駅に来ております。本日はサムネイルとタイトル通り、たった7年しか存在しなかった銀座駅のお話でございます。この東銀座駅は皆さんご存知の銀座の東側にある駅ということで東銀座となっております。東京メトロの路線図を見てみると、銀座、銀座駅と接続している銀座一丁目駅、そして銀座の東に東銀座駅とあり、銀座がつく駅はこの3駅のみです。しかしかつては銀座の西側に西銀座駅という駅があったことをご存知でしょうか。本日の主役の7年しか存在していなかった駅こそその西銀座駅なんですよね。現在は西銀座駅という駅はありませんが、かつての西銀座駅のホームは現在も残されておりますので、今からその西銀座駅に向かいたいと思います。ということで、ここ東銀座駅から日比谷線の中目黒方面の列車に乗り、一つ先の銀座まで向かいましょう。さあ、銀座駅に到着いたしました。銀座駅は東京メトロ銀座線、日比谷線、丸の内線が乗り入れる駅です。駅構造としましては、銀座線は1面2線の島式ホーム、日比谷線も同じく1面2線の島式ホームの構造、そして丸の内線も同じく1面2線の島式ホームの構造を持っています。これら3つの路線の位置関係を見てみると、銀座のメインストリートの下を走っているのが銀座線で、そのメインストリートから1本ずれた道の下を走っているのが丸の内線、そして銀座線と丸の内線を貫く形で日比谷線が走行しています。丸の内線の銀座駅の近くには JR の有楽町駅があります。なので銀座と有楽町は結構近い場所にあるんですよね。銀座駅の構造と立地はざっとこんな感じでしょうか。ということで早速かつての西銀座駅のホームへ向かいましょう。西銀座駅に向かった後、なぜ西銀座駅は7年しか存在していなかったのかなどを説明していきたいと思います。なのでまずはかつての西銀座駅に向けて歩いて行きます。さあ、かつての西銀座駅に到着いたしました。それがここです。さあ、ここどこでしょうか。というと、ここは丸の内線の銀座駅です。おい、どういうことだと思われるかもしれませんが、この丸の内線の銀座駅こそかつての西銀座駅なんですよね。どういうことなのか本題に入りたいと思います。さあ、本題に入りましょう。本日の本題は7年しか存在しなかった西銀座駅ということで、この銀座駅と西銀座駅の歴史などを踏まえて、西銀座が消滅してしまった理由を説明していきたいと思います。1934年に松屋と三越の資金提供を受け、現在の東京メトロ銀座線が開業します。そして1957年に丸の内線が開業します。丸の内線の駅は銀座のメインストリートにある銀座線の銀座駅から一本西側の道の下に建設されたことから西銀座駅となります。そして1964年に日比谷線が開業します。この時日比谷線の駅が丸の内線と銀座線の駅を結ぶように建設されたことから、丸の内線の西銀座駅が銀座線の銀座駅と同一構内となり、
西銀座駅が銀座駅と改名されてしまいました。ここに7年しかなかった西銀座駅が幕を下ろしたわけです。その後は関東の駅100選に認定されるなどして現在に至ります。そう、西銀座駅が消滅した理由は日比谷線の建設により銀座線の銀座駅とつながってしまったからなんですよね。ちなみに動画の冒頭で私がいた東銀座駅の開業は1963年であり、西銀座駅の駅名消滅は1964年ですから、約1年間は東西銀座駅が存在していたということになりますね。まあ日比谷線の建設によりなくなってしまった西銀座という駅名ですが、現代においても西銀座という名称はあまり聞かないですよね。この西銀座周辺は銀座もしくは有楽町ということが多いです。つまり西銀座という名前はあまりメジャーと言えるほどのものではありません。そんな西銀座という名称が薄れてしまったのは、この西銀座駅の消滅以外にも理由があるんですよね。それがそごうです。まあそごうというと池袋に本店のある西武そごうを想像するかと思いますが、まあそのそごうです。そごうは大阪の古着屋から始まったデパートであり、西武との合併前まで大手百貨店の一つでした。2003年に西武と経営統合し、現在の西武そごうとなっております。まあつまりそごうは大阪から始まったと理解しておいてください。そんな大阪を拠点にするそごうが1957年に東京に第1号店を出店しました。その店舗の名前は有楽町そごうです。有楽町にそごうなんてあったかと思われるかもしれませんが、2000年に閉店してしまっており、現在はヨドバシカメラになっております。そんな有楽町の駅前に出店したそごうですが、出店した1957年当時は有楽町周辺は闇市の雰囲気が強く残っており、そのイメージを払拭するためにそごうが行ったのが有楽町高級化キャンペーンです。このキャンペーンにより有楽町という地名を使った小説や映画、歌などを盛んに宣伝し、この周辺は有楽町という名前がメジャーになっていきます。それにより西銀座という名前の存在はどんどんと薄れ、有楽町か銀座という強力な地名の後ろに隠れてしまうことになります。まあしかし西銀座という名前は現在でもいくつか残っています。その代表的なのが西銀座というショッピングモールです。他にも宝くじ売り場の店名にも西銀座というものが使われていたり、細々と地名は残っております。確かにこの一帯にお出かけするときは有楽町に行くもしくは銀座に行くといい、西銀座という名前が出ることはほぼありませんかね。そんな名前の薄れてしまった西銀座にはこのような歴史があったことをなんとなくご理解いただけましたでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。